さあ昨日バースデーを迎えました和田剛投手、43歳になっての昨日のインタビューをご覧いただきましょう。あまり42と変わらないかなとは思いますけど、まあ、昨年よりは、ね、1年年を取ってますし、まあ、体の変化っていうのも、ね、やっぱり、まあ、年々やっぱり年を取るごとに感じるところはあるので、まあ、本当により、ね、あの体に気をつけて、まあ健康に気をつけて今年1年投げれたらいいなと思います。昨年の自分を、ね、やっぱり年は取りましたけど超えられるようにっていう、まあ、そういう気持ちで毎年やってるので、まあ、一昨年より、ね、昨年を超えることができたので、まあ、今年も昨年の、ね、自分の成績を超えられるように、はい、頑張りたいと思います。いや本当にありがたいですし、あの結構同じ誕生日ですっていうファンの方も結構何人もおられたので、本当、ね、そういう方と、ね、一緒にまあの、まあ、お祝いというか、まあ、自分も逆に、ね、おめでとうございますということを言えたので、なんか不思議な感じでしたけど、本当たくさんの、ね、ファンの方に、お呼ばせていただいて本当に嬉しかったです。で本当にもう、ね、最初に2月1日に入った時に比べれば全然状態も上がってきてますし、体の状態も良くなってますし、まあ、次の、もうブルペンも、ね、あともう1回2回ぐらい入って、まあ、実戦の方に入っていくと思うので、はい、まあ、そこに向けてしっかりと、はい、調整していけたらなと思ってます。まあ、こればっかり自分が決めることではないので、はい、まだ何も、そういう話もないですし、まあ、まずはしっかりね、まあ、いい状態をね、キープというか、状態をもっともっと上げていって、はい、まあね、開幕ローテの方はね、まあ、任せるというふうにどこかで投げるっていうふうにはもう言っていただいているので、まあ、その 6試合のなんかどれかでしっかりと自分がいい状態で迎えられるようにっていう、まあ、それだけですね今考えているのは、はい、まあ、そうですね、あと7勝でね、まあ、同級生大輔に、ね、の数字に並ぶことができますし、まあ、今年は2桁っていう、ね、数字をやはり目標には掲げてはいるので、まあ、今年中に、はい、大輔の数字を抜ければやっぱり個人的にはやっぱりいい1年になれると思いますし、はい、そうなれるように頑張りたいと思います。昨年ね、あの3月の中旬ぐらいに、胃腸炎になってしまって万全な状態で開幕を迎えることはできなかったので、まあ、本当に手にボール当たったりとかで、まあ、1年間健康でね、昨年は投げることができなかったので、まあ、今年はあのまず健康面をね絶対1年間しっかり昨年以上にねしっかり気を使って、はい、1年間投げたいですし、まあ、昨年の自分を超えられるようにね、はい、まあ、個人的なことですけど、はい、それは、まあ、その中で、はい、リーグ優勝日本一というのを自分がしっかり1年間貢献できるように頑張りたいと思います。去年の自分を超えるという言葉が何度も聞こえてきたという昨日のインタビューでした。昨シーズンは21試合に登板、先発が20試合8勝を挙げました。8勝6敗、防御率が 3.24 という数字でした。まあ、2桁勝利以上を目指しているという今シーズンですね。はい、そうですね。なのでやっぱり和田投手のやっぱ怪我だけが、ね、心配なので、しっかり国語監督と話し合ってですね、まあ、中6日じゃなくても中10日でもね、まあ、うまくこう調整しながら、はい、まあ、1年間ローテーションを守ってほしいなと思いますね。去年は100イニング投げました。一昨年が81イニング、その前のシーズンが94回、と3分の1。まあ、ここ3年で見ていくと進化してるんですよね。はい、で球速も上がってますんでね、はい、もしかすると今年は150キロ台見られるかもしれません。いや見たいですね。なんでやっぱり本当にこう万全の状態で体もね心もそういう状態で常に先発っていうシチュエーションをやっぱり首脳陣の方もね、やってほしいなと思いますね。いやそうですよね、はい、
今和田剛投手がブルペンに入ってピッチング練習を行っていますが、改めて松永さんにピッチングフォームを解説していただきたいと思いますが、バッター目線からするとどんな印象を受けますか？まあ、やっぱり皆さん分かっているようにこう出どころですね、あのリリースするところ、はい、これがやっぱり最後の最後までバッター目線からすると見えにくいので、やっぱ見極めっていうのが判断する時間が短いので、なるほど、やっぱりスピードが150球なくても、やっぱりこうもうボールがベース板の方に来てるっていう感じなんですよね、まあ、それが一番の和田投手の武器というか、はい、まあ、前足ついてからが独特ですね。そうですね、本当にバランスがいいというか、まあ、これは本当体幹だったり、はい、まあ、下半身の強さがないと、こうやってこうバランスよくフィニッシュが取れないんですよね、最後の最後は見えないのでギリギリまで見えない感覚なんですね、はい、プロ入り22年目のシーズン、まあ、松中さんも経験していない43歳というシーズンを迎えるということになった和田剛投手です。まあ、本当に体だけね、本当に元気であれば、はい、あと体あの肩肘がね丈夫、もう全然問題なければ、本当に50歳ぐらいまでいきそうですけどね。あの去年の12月工藤さんにお会いした時には、はい、あと5年ぐらいやりなさいというふうに言われてましたね。やっぱり野手とピッチャーの違いっていうのは、やっぱりこうバッターはやっぱ動体視力が落ちるのが一番のやっぱ引退 に近いっていうか。あ、目ですか。目ですね。やっぱりその体は元気でも、はい、やっぱ目っていうのは、まあ、最近は結構動体視力のトレーニングとかしますけども、やっぱ限界があるので。松中さんでもそれを感じていらっしゃいましたか。はい、やっぱ感じましたね、なのでやっぱりそう言って最後の方、まあ、2軍の方にいましたけど、はい、やっぱ1軍に上がると全くもうボールが勢いだったり、はい、キレだったりっていうのがもうこんなに速いボールだったのかっていうぐらい感じるようになってきたので。そうですか、はい、でも体は本当元気だったので、っていうところなので、そういう意味で和田投手はやっぱりこう故障さえなければ、はい、全然まだまだもうそれこそ工藤さん5年ぐらいは全然いけると思いますね。あ、そうですか。はい、だからピッチャーはもう本当体、肘、肩が壊れなければ大丈夫ですし、まだ躍動感なんか見ても十分ですかね。十分ですね。あとはもうそのやっぱりこうベストな状態で常に投げれるかどうかっていうところなので、はい、まあ、そこは本当に首脳陣の方と相談しながら、ベストパフォーマンスできるこう登板間隔を空けてあげるとかですね、うん、まあ、そこは話し合ってするとそういうふうになっていくと思いますんで、あとこれだけね先発ピッチャーの駒っていうか人がいますので、はい、まあ、それは十分考えられるこう登板間隔とかもねできると思いますんでね、うん、基本的には去年のように5回、6回までという、まあ、基本は多分そうでしょうね。あの後ろ中継ぎ抑えがしっかりしているので、和田投手もやっぱりもう完投っていうのは多分なかなか頭にはないでしょうから、はい、まあ、言っても6回ぐらいまでにしっかりゲームを作ってくれるっていうところを目指していくんじゃないかなと思いますね。そっちの方がやっぱり1年間通してやっぱローテーションを守れる、はい、まあ、しっかり先発として活躍できるんじゃないかなと思いますね。なるほどね。まあ、ボールの勢いなんかは年々増している感じがね、まあ、5イニング6イニング限定ですけれどもね、はい、ありますよね。そうですね、やっぱ完投を目指すとその9回の体力を使わないといけないですけど、そのね5回って決めていくとやっぱ初回がどんどんペースを上げれていけると思いますんで、であとはもう中継ぎ抑え任したよっていう形になりますんでね、うん、